エンゼルスのアンソニー・レンドン内野手がシーズンが長すぎると発言し、非難が殺到している。レンドンは21日にスポーツのポッドキャスト、ジャック・ビタショーにゲスト出演。もし MLB で一つ何か変えられるとしたらどうするかと問われ、笑いながらシーズンを短くする。試合数が多すぎる。162試合で、185日間とかそれくらいシーズンが続く。このひどい現状を正すべき、と意見した。レンドンはエンゼルス移籍後はコロナ禍による短縮シーズンと、怪我の連続で21年に58試合に出場したのが最多で、その後は47、43試合の出場にとどまっている。欠場ばかりの中での長すぎる発言に、SNS では非難ごうごう。ナショナルズでレンドンの同僚だった元投手のジョナサン・パペルゴン氏は、XQTwitter で彼は野球を嫌悪しているんだよ。シーズンは確かに長いが、それを念頭に契約しているんじゃないのか？半シーズンプレイして残り半分の年俸を返せ、と批判した。どんなメンタリティで言ってるんだろうな。エンゼルスの契約上どうなってるのかわからんけど、早いとこ DFA した方が良さそう。これは今季も途中怪我で離脱する前振りだよな。シーズン長いから俺は半分くらいでいいって言ってるのと同じやぞ。レンドンを解雇しない限りエンゼルスに未来はないやろうな。長期契約するときは成績だけじゃなくて、人物含めた総合的な判断が必要やね。お前よ、の典型すぎて笑ったわ。なるほど。だから一人で勝手にシーズンを3分の1以下に短縮しているんか。一貫してて素晴らしいやん。プレイも態度も発言も全てイラつかせる天才やな。レンドンとのあと3年の契約は長すぎる。もっと短くすべき。やっぱりもう野球へのモチベーションが消えかかってるんだと思うわ。いい選手が必ずしも人間的にも優れているとは限らないな。大谷移籍を決断させた男として球史に名を残すかもな。とりあえず高額契約してもらったエンゼルスで150試合以上出てから文句言わないとな。